皆様、本日はようこそこのドアーズインヘブンお越しくださいましてありがとうございます。マンゴー帽子、凛と神々の調べ、豪華花本のカムヤツキでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今もしかしヒロポンさんって言ったらもうセミプロですからね、すごかったですよね。特にまあヒロポンは可愛いです。あれすごかった、ギタリストさんとカムヤの方一緒かな、一緒やね、一緒ですね。ちょっとボーカルが不細工になったかなっていう感じぐらいですかね。二人が出会ったことにもしも意味があるとするなら、こんなに苦しいのは今だけだよと自分に言い聞かせて、胸の痛みだけど私はその日まで待つよ、あなたが大人になるまで。世界中でこんなにたくさんの人がいるのに、あなたと出会って恋に落ちて
メンバーたくさん出演者おられますけど、さっきもねヒロさんが言っておられましたけど、ヒロさんが演出されまして、後ろにおられるあのカメラマンの常さんが監督で、もうすごい、まあね、すごいって、ね、自分らでも言ってしまいますけれども、すごいことやった映画を、ヒロボスさんのねこの楽曲で、映画を作った、ちょっとねぜひちょっと紹介させていただきたい、あの後ろであの DVD の、 あの映画を見られた方、あのタバコ吸って入りますけれども、あの谷さんちょっと立ってもらえますか。映画見た方、重症薬、この、このすごいタバコ吸う握るなサングラスの方が、あの、ね、いらっしゃいますけれども、あんな優しい顔してるんですけどね。私の元別れた旦那役をされてた谷さんなんですけれどもね、あの谷さんね、ぜひ紹介させてくださいって言ったのは、今日本当はちょっと別のライブがありましてね、 出られてるんですけど、抜けてね、わざわざ来てくださってるんですよ。そう、もうすごいすごい、もうちょっとあの適当に言ってくださいね、遅れたらえらいことですんでね。そういう感じで、とにかくね、監督に演出に、それから出演者が全員このミュージシャンで、ね、使われてる楽曲っていうのもね、全部あのそれぞれのオリジナルで作ったっていう、もうすごい、本当にヒロさんが先ほどおっしゃられたように、もう暑い暑い、夏で、本当にあのクランクインの日は熱中症の人がもう本当に続出するような、もう耐えられ、私も暑いのね昔からダメですからね、もうそれがもうちゃんと化粧して2時に行って撮影行くようたら6時やったもんやから、もう全部流れてハゲてズル向けの顔で、それがあのヒロボーイさんがあのちょっとレコーディングされてたんですけども、でそんなシビアな時にあのこの方々もね、熱い方っていうのは泣くのも泣きますけど笑うのもえらいことで、で私壺に入って笑い死にしそうになってしまいましてね、余計流れてしまったんですよ、その顔で別れた夫にで振り向くっていうシーンを撮らなあかんかったんですよね。でもね、まあそれはね、ちょっとあんまり大きい画面で皆さんですから見ないように、していただいてですね、ただその戻ってきた時にそのズル向けの撮影が終わりまして、で戻ってきたらヒロボスさんが、まあ、あのレコーディングされてて、おかえりなさいってそれ普通に言ってくれはったと思うんですけどね、私もあのシーンをね、もうちょっとやめときますけどね、もう思い出すだけでね、もう朝もね、思い出すだけでも本当にもう来るんですよ、なんかお帰りなさいって、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんちゅう仲間っていうかね、なんか、まあ、私今日もちょっとあの軽音楽部時代の10代の頃の一緒にバンド組んでたメンバーが遠いとこから来てくれてるんですけどね、本当にあの結婚とかね、そういうのは恵まれませんでしたけど、あの友達には本当に恵まれてるんですよ。言わんでもいいんですけどね、あの本当にそういうので、本当に大泣きしたり大笑いしたり、本当にあのその昔もやっぱり私たちあの曲はすごい暗い曲とか魂込めてやったんですけど、ライブの前の日はね、何を言うて笑わそうかって MC ばっかり考えてたっていうね、やっぱりその頃からそんな感じだったんですけど、ヒロさんのその熱さだけで、私演技なんか一回もしたことありません、だけどヒロさんが熱く語るその行ってきてやっていう、ほな取ってきてやっていう、その一声で自分は何をせなあかんかっていう役割だけでできたみたいな、みんなそうだと思いますけど、谷さんありがとうね、頑張ってくださいね、いってらっしゃい。よかった、ちょうど紹介できてよかったです、本当に。もう本当にあのこういういろんな、あの常さんとか谷さんとかヒロポンがこんな星かぶってますけどね、こういうあの YouTube でまた見ていただいたら、あの映画の中でも使っていただきました。今友達とか仲間の話ばかりしましたけれども、本当に私を今まで支えてくれたのはやっぱ音楽と友達だったんです。辛いことがあっても、ここのね、なんかもう本当になんか何も言わないで、いつもどんなに苦しいことあってもいつもニコ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 、笑ってて、きっとそれは彼女たちが強いからではなくて、きっと相手の方がもっとしんどい目してるんやって、きっとそういう思いだけでね、ずっと惚れてたんだと思います。そしたらもう言えないです、この子の方がもっとしんどい目してるんやっていう、その思いだけで、来た感じなんですけれども、その、ベストフレンズたちに送ります、そのタイトルの通りですね、映画の中でもヒロさんが使ってくださいましたけど、ベストフレンズという曲です。See you.
ねと一番後ろから言ってくれた方は前も言ったことありますけど、私が10代の頃に初めて、人の前に立ってステージをライブっていうものをやらせていただいた時からずーっと来てくださってる方でございましてね。そうそう、いろんなことがあります。私10代はほんまにあったんですよね。ほんまにあったんですよねってあれですけど、本当に、ベストフレンズでした。今言いましたようにね、本当にこんだけ生きてきましたら、やっぱり悲しいこと、辛いこと、苦しいことを50上言うたら50ありますし、100上言うたらもう100あります。でもね、それを、なんかもうやっぱり全部笑い飛ばしてきたような気がしますし、笑えない時は私はもうずっとこもってしまうんで、やっぱりお笑い芸人として生まれたからにはね、やっぱりこういうふうに、本当にそういうふうな感じで、辛い時にですね、ベランダで物を干してましたら折れてきた曲というか、聞き覚えがある方はいらっしゃると思いますけれども、初期の頃にできた曲でね、もうなんか一回座りたいけど座ったらもう立たれへんようになるんちゃうかという生活をなんかギリギリしてた頃がありまして、その時にできた曲で、そのタイトルだけがね、なかなか浮かばなかったんですね。で、前回のライブでも言ったんですけどね、なんかちょっといい四文字熟女はない、なんかそこでね、熟女出てしまったんですよね、前のライブでね。なんかいい四文字熟女はないかいなと思いましてって言ってしまったんですけど、なんかいい四文字熟語はないかなって探してたんですけど、もうないんで自分で作りました。月下凛凛という曲ですけども、月の下を勇ましく歩く様子、またその様みたいな辞書に載ってちゃうかなという感じでね、勝手に辞書に入れたんですけど、その月下凛凛、本当に神々の素晴らしいギター、私も歌いながらすごい大好きでね、ちょっと止まってほっとほれぼれ聴いてしまいそうになる感じなんですけども、月下凛凛という曲聴いてください。
全く初めてなんでね、2人あのファンクロさんがお仕事で来れないっていうことで急遽ねお願いしたにもかかわらずこのざまですわ。このざまですわ。本当素晴らしいですわ。もう本当にね、だってさっき皆さんも見られたと思うけど、ビルボイスさん最初見た時にあプロの人やなって思ってましたから、そんな人が私のギターをしていただくなんて、そんな、いやそれはもう楽曲がいい。そんな変なような。いやいや、もうそれはリンさんの曲がいい。違う。リンさんのやっぱりギターの。この間のリハの時にこんなことになりましてね、誰かドアバッて開けて入ってきたら何のいやいや業の宗教団体の寄り合いかなっていう感じでね。さっき言ったみたいなね、パンクルさん、まあ、ご存知のさんもろうと思うんですけど、スーパーギタリストスーパーギタリストですわ、パンクルさん皆さんの後にはチャルさんって稲妻この間チャルさんと すごい上手い人ばっかりつけてるのに、もう私幸せなことに今回我々つけたっていうの、我々その実力的にはそんなはずないから、いやいやいやなんでやろな、いいすぎもいいすぎもなんでかよう考えたらね、多分ね惚れてるんそれしかないな。それしかないな。俺にちゃうか。いや俺。いや本当にね、あのファンクロさん天才ギタリストっていう感じでね、でチャルさんって言ったらもうギターなんか打楽器なんかわからん、素晴らしい、もう多分テレビに出会ったらいいねっていうようなギターを行く人にこの間やっていただきまして、でまた今回でしょ。なんでやその理由を述べよ、惚れてんやろって言われましてね言わないやってくれへんかなって感じでねあれしたんですけどね、あのいやいや今日あの押すの先ちょっとこれ遠くで見えないと思うんですけどね、3回目ですって今年言いましたけど、同じメンバーで本当に仲のいいあの大好きな人たちとばっかりでやらせていただいて、これが初回の頃のね、あのドアーズインヘブンここでさせていただいた時に、この顔はねマジックで描くの忘れてね、あの ない人がいてるんですよ、裏返ってて、それがこ の, たあの顔の方なんですけどね後でマジックでね、あの森塩昆布さんのサックスの方ね、あのマジックで顔描いてたんですけどもね、まあ、これこんなんやったんですよ。そして去年の見てみましたら、もうバケモンで誰が誰やらわからんとかねでもこんなんだったんですよ。でもう俺の写真焼いて送ってなって言われてもね、そんな俺ってわかるかこれそんなこんなバケモンやろっていうね、どれこれが本当にいい、ね、でしょ。いや私これね、これヒロさんなんですけどね、実はちょっと遠くて見えないと思うんですけどね、私これ大ボタンやばっかり思ってたマイケル・ジャクソンらしいんですよ僕がかぶって顔が広がったわけではないないんですね、もともとこんなお面やったんですよ。いや、広がったやつ。いや、なんでヒロさん大仏壇かぶってやんかなと思ってね。あの、あれやったね。で、これがもう怖い顔してますけど、この優しい静やんですけどね。これ、ボブサップなんですかね。そう、多分ね。ね。で、これめっちゃ怖い顔してガーってね、歩いてきたんですけどね。後ろからあの手引いて歩いてきたらね、こんな顔はしてるのにね。前見えへん、怖い、前見えへん。全然前見えへん。怖いんですよ。ちっちゃい声で、もう全然見えん、怖いんやけどって言うてね、そういう風にしてここまで連れてきた去年が、まるで昨日のことではありませんので、走馬灯のように浮かんでるね。そんな素晴らしい、メンバーをですね、他面が一生懸命いつ入ってくんねんという形で叩いてくれてますけれども、メンバーを紹介させていただきます。スーパーギタリストというか神、あのギターの神様のお二人ですね、ギターしどやん新聞のみ担当してそして、あの映画の演出、脚本も演出もされてました、ギターヒロさんです。尻神担当です。そして顔が裏返ってたこの走るパーカッション奏者でございますけれども、カホヤンです。すごいメンバーにやっていただいて本当に幸せな、もうほんまこの上ない幸せなんですけれども、どんどんかかってきてますところで、最後から2曲目の曲となりましたけれどもですね、ちょっと、普段はこんなやらないような曲なんですけど、ちょっと性能いいところで、カバー曲で相川七瀬さんの恋心という曲をさせていただきます。Thank you.
なんですよね、こんなもん。ごめんなさい、いかがでしたか。なるほど。あ、桜井さんがお見えになられましたね。ありがとうございます。ね、ちょっと新曲を聴いてください。ありがとうございます。とうとう、最後の曲となりましたけれどもですね、もう早いですね。もう終わりたくない。最後の曲、救急となりましたけれどもですね、ちょっと本当にね、今日遠路みんな、一番後ろの方もそうですけど、本当に京都とか奈良とか、奈良、滋賀、もう本当に遠い遠いところからみんなね、ちょっと来てくれはったんですよ。ほんで本当に、やっぱりさっきも言いましたように、みんな、もう家出にくいはずなんですよ。それを、まあこういうね、あれやっていうことでわざわざ来てくださって、この最後の曲になりましたけれども、今年で3回目になるこのドアーズインヘブンのクリスマスライブですけれども、去年のライブの時にですね、さっきちょっとメゲさんがね、僕ちょっと癌になりましてみたいな話もちょっとしてはったんですけれども、でこの間まで入院されてて、もしかしたら出られへんかもしれへんから、ちょっと1曲ぐらい曲増やせますかみたいな話があったくらい、ちょっとシビアなね、ギリギリまで出られへんのちゃうかなと思ってました。で去年もメゲさんの、まあ、体のことはあれだったんですけれども、一番後ろの、まあ、楽屋っていうか着替えるところのカーテンのね、向こうに最後のりしお昆布さんがトリを務められてた時に、なんかそこからシューって開いて、サンタクロースがそーっと写真撮ってあったんですよ。それがメゲさんやったんですけども、私なんかそれ見た時になんかね、胸がもうほんといっぱいになりまして、また来年もこうやって大好きな仲間と、で大好きな来てくださってる方と同じようにまた来年を迎えられたらいいなっていう、本当にね、心から思って、でその帰りにドアゼヘブンの、はい、ライブやったらみんなに会えたしっていう帰り道に、曲がっていうかサビのところがもう運転しながら、なんか来年もまたこの場所で会おうっていうサビがずっと回ってできてたんです。で、あ、この曲はもうすぐできるわと、私の中では最短距離でできるわと思ってたのに、なかなかできなくてですね、でお二人ギターの方には早く渡さなあかんのに、まだコードも決まれへん曲をちょっと待ってください、絶対この日に歌いたいんでって、あと2行なんですわ、でもちょっとこだわりあるからもう妥協できへんのですっていう感じで、まあ、作ってたんですけれどもね。で結局、まあ、本当にギリギリにできました。皆さんにはさっきちょっと歌詞を一部の方にはね、お渡しして、簡単な曲なんで一緒に歌っていただけたらっていうあれがあるんですけど、この曲には私にとって大切な2つのお店が出てきます。皆さんの場所でもあるサウスワノースというお店、このお店と、それとこの、さっきもねちょっとマスターに言ってたんですけど、ドアーズインヘブンというこの本当に大事なお店、私はもうちょっと田舎に住んでるんで、なかなかここには年に1回ぐらいしか来れないですけれども、友達にしろ場所にしろ回数ではないと本当に思います。やっぱどんだけそのものに対して思いがあるかね、この人たちにもなかなか会えないんですけども、会えないだけに余計になんかパワーを送り合ってるようなところがあります。そういうのも全部ひっくるめた歌ってなんとかできないかな。ドアーズインヘブンというものを入れるために、どうしてもドアっていう言葉もこの歌詞の中に入れたくて、で、まあ、できたんですけれどもね、今年も本当にいろんなことがありました。映画も作ったりね、私にとっても本当にちょっと特別な一年となった年でした、今年は。で、音楽仲間はもちろんなんですけれども、こういうふうにずっと長く、こんな私と本当に長く友達でいてくれてる友達、そしていつも一緒にいてくださってる音楽仲間の皆さん、そして、今一番近くにいてくれてる、大事な人に、それから今距離的に一番近くにおられるこのアロスさんとヒロさんとダムヤンに本当に感謝を込めて、最後この曲を、歌いたいと思います。ちょっとミクシーの方では歌詞アップさせていただきましたけれども、本当にギリギリにできた曲で、これ歌詞ちゃうかっていうタイトルで長すぎますけれども、12月の第3土曜日にはきっとまた同じこの場所で会おうというタイトルです。長いですけど聴いてください。最後の曲です。で途中から歌えそうやなと思ったら、セーブママが歌ってくれると思いますので、一緒に歌っていただいたらありがたいかと思います。では、12月の第3土曜日にはきっとまた同じこの場所で会おう。街の外れの小さなライブバーで私たちは出会った。そこから
来年もまたこの場所で会おう、再来年もまたこの場所で会おう、その先もずっと一緒にいよう、きっとまた同じこと出会ってくれて、そしてずっと一緒にいてくれて本当に、ありがとうございます。できることなら、これからもずっとみんなで一緒にいられたらと思います。どうか一緒にいてください。そして来年もまた同じこの場所で会いましょう。いただいたらっていうふうに思いますので、できたらちょっと書いてみてください。どうもありがとうございました。